戦士時代のヴィーナス像はなぜこんなにグラマーなのか。世界では戦士時代に作られたと思われる像がたくさん見つかっています。そのどれもが大きな胸やお尻、女性器などが強調されているため、女性の像、つまりヴィーナス像ではないかと言われているんですね。まあ、それにしてもこの像、無駄なくらいグラマーな姿になっていますよね。その割にはのっぺらぼうのように顔が表現されていないものが多いんです。一方、戦士時代の洞窟壁画なんかを見てみると、動物の姿がしっかりと写実的に描かれているものが多いです。つまりヴィーナス像は明らかにデフォルメされているってことなんですね。このヴィーナス像と洞窟壁画の秘密を知りたい人は、ぜひコメント欄のリンクから本編をご覧ください。